おい、鈴森、鈴森はいるか？はい、いますよ。何でしょうか、オーナー。呼ばれたら3秒で来い、3秒で。申し訳ありません。それでどうされましたか？お前、商品の並べ方にセンスがないよ。だからこんなに売れ残ってるんだろ。あ、いや、それは並べ方というより商品自体に人気がないんだよな。言い訳はいらないんだよ。結果を出せ、結果を。並べ方もそうだし、こんな商品を置くこと自体がおかしいんだよ。どうしてこんな商品仕入れるかな。本当にナンセンスだよ、ナンセンス。申し訳ありません。これオーナーが仕入れたやつなんだけどな。いいな、ちゃんとやらないとやめさせるからな。前オーナーの父さんのお気に入りだからって俺は可愛がってやったりはしねえぞ。はい。と言っても簡単に辞めさせられねえからムカつくんだ。何の理由もなしに辞めさせたら父さんに何言われるかわからないからな。父さん怖いし。でもそうか、父さんが納得する理由を作ればいいのか。いいこと思いついたぜ。ああ、またオーナーに怒られちゃった。あ、お客さんだ。切り替えないと。笑顔、笑顔。いらっしゃいませ。バンバーン。リン、あやね。ギューリン、ギュー。こらこら、リン。パパは今お仕事中なんだから、帰ってきたらいっぱいギューしてあげて。うん、わかった。でもおひげ剃ってからね、ジュリジュリして痛かったから。あ、はい、剃ります。俺はハルト、コンビニで雇われ店長をしている。正直オーナーにあんな風に言われたりして、コンビニの店長の仕事は大変だけど、妻のあやねと娘のリンに支えられて毎日頑張ることができている。こうやってちょくちょくあやねとリンが来てくれるのも癒しになってるんだよな。パパ、ぼーっとしちゃダメだよ。お医者さん来てるんだから。リンたちだってお医者さんなんだからね。あ、ごめん。リン、お客さんね。はい、パパ、これください。うん。あれ、どうしたの、ハルト。これ…え、こんなのカゴに入れてないよ。なんで育毛剤なんて入ってるの。はい、リンからパパにプレゼント。あのね、これ CM で髪の毛が生えるってやってたの。だからリン、パパに買ってあげる。ちょっとリン、パパそんなに髪ないかな。カッパさんよりあるから大丈夫。自信持って、パパ。上には上がいるよ。あ、晴れた。あれれ、うしいし泣き。うれし泣きね。うれし泣きでもないと思うけど。そうだ、ハルト、今日は夜勤だったよね。あ、おう、そうだよ。家のことをよろしくね。うん、ハルトもお仕事頑張って。そうだ、これを届けに来たんだ。はい、これ。え、なにこれ。夜ご飯用のお弁当、リンと一緒に作ったんだ。リン頑張ったんだよ。仕上げもちゃんとしたんだ。仕上げ？何それ。へへ、内緒。楽しみにしててね、パパ。何をしたんだ。ありがとう、二人とも。あれ、うしし泣き。だからうれし泣きね。そして今度はうれし泣きだと思うよ。よかった、喜んでもらえて。オーナーにいろいろ言われてへこんでたし、夜勤は憂鬱だったけど、二人のおかげで頑張れそうだ。そして二人が帰った後、電話が鳴った。もしもし。すみません、皆川です。皆川さん、大丈夫？体調悪そうだね。実は風邪ひいちゃって、今日の夜勤入れなさそうです。本当にごめんなさい。全然大丈夫だよ。ゆっくり休んで。ありがとうございます。お大事に。そっか、今日の夜勤は一人か。今から代わりは来れないだろうからな。お弁当どっかタイミングを見つけて食べないと。そして深夜1時、この時間は人あんまり来ないし、
今のうちに食べよっと。あやね、リン、いただきます。って、うわ、わかめがたくさん乗ってる。リンの仕上げってこれか。気持ちは嬉しいけど、あ、おいしい。幸せだな。わあ、ごちそうさまでしたっと。あ、お客さんが来たみたいだ。いらっしゃいませ。初めてのお客さんだ。でもこんな時間に子供連れなんて珍しいな。ハル、今日も10円までだからね。うん、わかってるよママ。10円まで、よほどお金がないのかな。食事はちゃんと取れてるんだろうか。ごめんね、ちゃんとしたもの食べさせてあげられなくて。本当はお弁当とか買ってあげたいんだけど。大丈夫、ママは大丈夫。全然食べられてないでしょ。今日は私はいいから、ママが食べてよ。私なら大丈夫、大人だから。でも、ほら、うまい棒とか好きでしょ。うん、じゃあこれにする。わかった。すみません、これください。ああ、どうかしましたか。いや、お会計12円になります。え、12円？はい、うまい棒値上げしてしまって。そんな。ママ、もしかして買えないの？ごめんね、ごめんね、ごめんね、ハル。ううん、大丈夫だよ、一日ぐらい我慢する。10円ぴったりしか持ってなかったのか。本当はこんなことしちゃダメだけど。あの、よかったらこれ、1000円どうぞ。え？これでお弁当でも買ってください。でも…いいんです、受け取れないです。じゃあ貸すってことでどうですか。いつかお金に余裕ができた時に返してください。ママ、おじさんこう言ってるし、もらおうよ。いいんですか。はい。すみません、本当にありがとうございます。いえ。はあ、このおじさん明日でクビだね。え、何言ってるのよハル。おじさんごめんね、でもこうするしかなかったの。カメラ、どういうこと。スズモリ、お前は終わりだ、終わり。オーナー、どうしてここに。あなた。え、あなたって。こいつは俺の妻と娘なんだよ。どういうことですか。いや、やってくれたな鈴森、まさかレジの金を客に渡すなんて。ちょっと待ってください、俺はレジの金を渡したわけじゃないです。これは自分のお金ですよ。そうです、この人は自分のお財布から出してました。おい、ハル、どうだった。レジからお金出してた。あ、ハル？このビデオカメラにもそれが映ってるよ。ほら、確認してみろよ鈴森。映像を確認すると、そう見えてもおかしくないアングルで俺がお金を渡すところが映されていた。違います、オーナー、本当にこれは俺のお金で。もういいよ言い訳は、レジの金を盗んだんだろ。だから。盗んでたよ。ハル、なんでそんな嘘つくの。レジの金を盗むようなやつはこの店に置いておくわけにはいかない。今日でやめてもらうぞ鈴森。父さんもがっかりするだろうな、鈴森がこんなやめ方をするなんて。この映像を見せれば父さんも鈴森をクビにすることに納得するはずだ。これで終わりだよ鈴森。ふっふはめたんですか。何のことだろうな。ハル、どうして、どうしてそんな嘘を。なんで私たちにお金をくれようとした優しい人にこんなことを。おじさんごめんなさい、でもママを守るためには仕方なかったの。ママを守るため。うん、パパは私たちにお金をくれない。今日は久しぶりに10円を渡してくれたの。このコンビニで買うなら10円あげるって。そうだったわね。でも
こんなことした理由は？パパが言われた通りにしないと、またママを痛い目に遭わせるって、そう言ったから。あ！そうだったの。オーナー、それ本当なんですか？ああ、本当だよ。でもそれがどうしたってんだ？妻も娘も俺の所有物だ。何しようが勝手だろう。飯を食わせないのも手をあげんのも俺の自由。俺がこいつらを食わせてやってんだからよ。許せない。おー、なんだ、許せなかったらどうするつもりだ。ほら、こんな風に何でもできるんだぜ。痛いです。話してください。パパ、話が違うよ。ママにひどいことしないって約束した。お前らとの約束なんてあってないようなもんだっての。なんてったってお前らはただのものなんだからな。その手を離せ。うれー、うわ、奥さんもお子さんもお前のものじゃない。家族だろ。なんで守るべき家族をそんな風に傷つけられるんだ。お前こんなことしてただで済むと思ってるのか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。お前はもう絶対にクビだ。それだけじゃない、警察に通報してやる。待ってろ、今。やってしまった。でもオーナーのことだけは許せなかった。自分は普段焼肉やお寿司、いいものばかり食べていい車に乗ってるのに、奥さんやお子さんにこんな生活をさせて、それだけじゃなく手まであげてるなんて。俺の罪は償います。ただ奥さんと娘さんを解放してください。嫌だね。こいつらは俺のものだ。誰がお前のものだって？あ、父さん、どうしてここに？前オーナー、バイトの皆川ちゃんから連絡があったんだよ。オーナーを引退して暇だから休むときは交代するって伝えてたからな。それを覚えてたみたいでわしに連絡をくれたんだ。連絡に気づかないで寝てたから来るのが遅くなってしまったがな。そしたらまさかこんなことになってるとは。父さん聞いてくれ。鈴森が俺のことを投げ飛ばしたんだ。クビにしていいよな。警察にも突き出す。今警察に通報。はあ？ちょっと何するんだよ父さん。少し前から店に行って、お前のしたことは全部わかってるんだよ。え？ハルト君。あ、はい。少し事務室を借りる。ああ、行くぞ。ちょっと待って父さん。待ってってば。ねえ、話して、頼むよ父さん。うるさい、いいから来い。その後しばらく事務室から叫び声と鈍い音がした。そういえば前オーナー、総合格闘技をやってたって言ってたっけ？ふう、こんなもんでどうだ。ひどいよ。うわ、ボロボロ。ハルト君、サヤさん、ハルちゃん、うちのバカ息子が本当にすまなかった。この償いは必ずさせる。とりあえずこいつはわしと一緒に自首させる。そしたら私も。ハルト君は来なくていい。でもこれだけボコボコにしたんだ。ハルト君が何かやったなんてわからないだろう。全部わしが罪をかぶる。もしかしてそのために？わしはもう老い先短いしな。捕まったところで痛くも痒くもない。まあそれだけじゃなく、単純にハルト君やサヤさん、ハルちゃんを傷つけるこいつにムカついたんだよ。だからハルト君が気にすることはない。ハルト君、君には守るものがあるだろう。こんなやつのために捕まる必要はない。鈴森、父さんはこう言ってるけど、俺はお前のこと全部話すからな。黙ってろ。じゃあまたな、ハルト君。はい、ありがとうございます。その後オーナーと前オーナーは警察に捕まった。オーナーは必死に俺にも暴行を加えられたと訴えたようだが、オーナーが奥さんと娘さんにしたことは警察も知っていたから、
その訴えには聞かぬふりをしたそうだ。そしてオーナーは刑務所行きに、さらに多額の慰謝料と養育費を払うことにもなった。そして前オーナーは執行猶予がつくことに。本当にありがとうございました前オーナー。ああ、もうその話はしないって話だろ。それよりフライドチキンをあげてくれオーナー兼店長。それと前オーナーってのやめろよ。健三って名前があるんだから。そして今はただのバイトのおっさんだしな。はい、あれから俺は健三さんからオーナーになるように言われ、オーナー兼店長として同じ店で働いている。健三さんがかばってくれたからよかったものの、本当なら俺は捕まっていた。家族を巻き込むことになっていた。大反省だな本当に。おじさん。あ、はるちゃん。おお、はるちゃん、おじいちゃんに会いに来てくれたのか。違うよおじさん、ハルト君に会いに来たの。俺に？あのね、ママを助けてくれてありがとう。本当にありがとうございました。そしてごめんね、あんなことしちゃって。大丈夫だよ、ママを守るためだったんだから。ハルちゃんはすごいよ、こんな小さいのに頑張ってママを守ろうとしたんだから。俺はハルちゃんのこと尊敬してる。これからもママと助け合って生きていってね。うん、ありがとう。え？ママ見て、パパが知らない女の子とイチャチャしてるよ。イチャチャ、リンという女がいながら。浮き輪だよ浮き輪。どこでそんな言葉を覚えたのよ。ところどころおかしいし。リン、あやね、リンもパパのこと守ってあげるからね。いやーって。あ、ありがとうリン。パパの髪の毛も守るから。こうやって。いった。あれ、うまくできないな、どうしてだろう。ちょっと何してるのリン。なんで後頭部の毛を抜いて他の場所に植えようとしてるのさ。自毛植毛について調べたみたいで、後ろの毛って抜けないんだって。後頭部の毛を抜いて植えてあげるって。はい、量が足りないのかな。くちー、いったわ、笑ってないで止めて。パパ待て。こうして一件落着だけど、俺ももっとちゃんとしないとなっていろいろ反省したよ。これから家族を守っていくためにまだまだ成長していかないとな。ついでに髪の毛も成長させようっと。いつまでも凛にかっこいいパパって言われるように。私は凛。今からお話しするのは私が小学校の時のお話。小学校の時、私のことをいっつもからかってくる男の子がいたの。その子のことを私は最初大嫌いだった。いた？ストライク。ジョー君。いや、やったな。うわ、リンが怒ったぞ。今日は許さないんだから。うわ、逃げろ。待て。この子の名前はジョー君。女の子の頭に紙飛行機を当てるなんて最低でしょ。私にこんなことばっかりしてくるどうしようもない男の子だったの。なあケンタ、昨日のアニメ見たか。見た見た、スカットマンだろ、最高だったよな。だよな、さすがケンタ、わかってるな。じゃあさ、今からスカットマンごっこやろうぜ。じゃあ俺はスカットブルーな。俺はスカットレッドだ。ちょっと男子、先生がいないからって掃除サボっちゃダメだよ。ちゃんとやろうよ。チェッ、またリンかよ。お前はお母さんかっつーの。リン、マジでうるせー。何よ、あんたたちが悪いんでしょ。ねえ、掃除して。あ、そうだ、リンなんてこうしてやる。すると、ケンタ君が掃除で使っていた汚れた水の入ったバケツを持ち始めたの。おい、ケンタ、何するつもりだ。見ててよ、ジョー。えい、ー
そしてそのバケツの水を私にかけてきた。うわ、思わず私は目をつぶったけど冷たくなかった。なんでジョーが？え、ジョー君びしょびしょ、リンのこと守ってくれたの？ちげえよ。リン、ハンカチ持ってるから拭いてあげる。いらねえよ。いいから、じっとしてて。おう。このことがきっかけで、私はジョー君のことが気になり始めた。うわ、びっくりした。だっせ、うん、なんだよ、怒んないのかよ。こら、ね、熱でもあるのか？リン、大変だ、顔が赤くなってる。熱があるんじゃないか、保健室に行こう。違うよ、ほっといて。よかった、いつものリンだ。気になり始めると、なんだかジョー君に対して普通に接することができなくなっちゃったのよね。そんなある日のこと、公園にお母さんと遊びに行くとジョー君に会ったの。ジョー君。あ、なんだよリンかよ。あら、あやねさん、こんにちは。あ、まさこさん、こんにちは。ねえ、あのこと考えてくれたかしら。あのことハルトさんのことよ。何言ってるんですか？どうしてもダメ？私昔からハルトさんのこと好きだったの。一晩だけ貸して。子供たちの前で変なこと言うのやめてください。え、パパを貸すの？母さん、何の話？ジョー君、リン、大人の話だから、二人は公園で遊んでおいで。うん、わかった。ジョー君、遊ぼう。誰がお前なんかと。いいから。この時まだ9歳だった私は言葉の意味がわからなかったけど、意味がわかった今考えると、子供の前であんな話をするなんてありえないよね。ジョー君のお母さんと私のお父さんは小中高の同級生だったそう。ジョー君のお母さんはずっと片思いしてて、何度も告白して振られてたんだって。その後、私のお母さんと結婚したのを聞き、一度は諦めたけど、息子と娘が同級生なのを知り、思いが再燃し、こんなことを言うようになったそう。ジョー君のお父さんはうちのお父さんによく似てるし、諦めきれなかったんだろうな。その時の私はそんなことはつゆ知らず、ジョー君と遊べることが嬉しくて仕方なかった。だけどね、その日ぐらいからお母さんとお父さんが暗い顔をすることが増えたの。これ、警察に相談した方がいいかな。そうだね、このところ毎日だしな。明日警察に行ってみるよ。うん、お願い。パパ、ママ、どうしたの？リン、まだ起きてたのね。なんでもないよ。怪しい。さてはリンに隠れてお菓子食べてたでしょ。パパ、出しなさい。ないって。リン、パパの口が裂けちゃう。この時、実は離婚しろって嫌がらせの手紙が家のポストに入ってることがよくあったんだって。まあ、犯人はあの人だよね。お父さんが警察に相談したことで警察から注意が行き、その嫌がらせはすぐになくなったそう。これで一安心。私の両親はそう思ってたんだけど、それから数日後、私はお母さんと一緒に公園で遊んでいたの。その時の私は四つ葉のクローバーを探すのがマイブームだった。もうすぐバレンタインデーだから、チョコと一緒にジョー君にあげようかな。そんなことを考えていたの。リン、そろそろ帰ろうよ。まだ見つかってないんだもん。パパもう帰ってきてお家にいるよ。お腹すいたって。パパならほっといても大丈夫、大人だから。リン、パパがそれ聞いたら泣いちゃうよ。あった、ママ見て、四つ葉のクローバー見つけたよ。リン、逃げて、後ろ。何？私が後ろを振り返ると、車が私に向かって突っ込んできたの。公園なのになんで車が？なんて考える余裕はこの時はなかった。そして私は怖くなり目をつぶったの。そして私は吹っ飛んだ。でも車に轢かれたにしては衝撃が小さかった。疑問に思いながら私が目を開けると、そこには衝撃の光景が。ママ助けて、今行くわ。で、リン無事だったのね。よかった。違うの、リンは無事だけど、ジョー君が。え、
そう、ジョー君が惹かれてしまった。あの時の小さな衝撃は、ジョーが私のことを助けようとして押してくれた時のものだったの。そしてその車の中からは、ジョー、なんでなの、なんでこんな子をかばうのよ。ジョー君のお母さんが出てきた。ジョー君のお母さん、私のことを引こうとしたみたい。私のお母さんにお父さんを奪われたから、お母さんの大切なものを奪おうとしたんだって。それをジョー君のお母さんはジョー君に話したみたいで、焦ったジョー君が私を助けに来てくれたの。ジョー君は車にひかれ、小学生の私が見ても助からないんじゃないかという状態で、ジョー君、リンを置いていかないで、リン、ジョー君のことが大好きなんだよ。ジョー君からの返事はなかった。その後すぐに救急車が来て、ジョー君は病院へと運ばれた。もうジョー君とは会えないかもしれない。その時、小学生ながら私はうすうすそう感じていた。ジョー君のお母さんはその後、もちろん警察に捕まり、旦那さんにも離婚された。それからしばらくお勤めすることになったそうだけど、そんなことより自分の息子を引いてしまったショックで精神をおかしくしてしまったジョー君のお母さん、いつ出てくるかわからないけど、きっと社会に復帰することは難しいだろう。そして今、私はその頃のことを思い出しながら、小学校の時の卒業アルバムを見ている。私を助けてくれたジョー君は、卒業アルバムの集合写真の右上に載っている。ジョー君、私、ジョー君と一緒に写真写りたかったな。卒業アルバムを見ていると、思わず涙がこぼれ落ちてしまった。ただいまって、リン、なんで泣いてるんだ？今、卒業アルバムを見てたのよね。おかしくておかしくて。だってジョー君右上にいるんだよ。卒業アルバムの写真を撮る日に、賞味期限切れのケーキを食べてお腹を壊すってありえないでしょ。うるせえ、腐ってると思わなかったんだよ。お父さんに隠れて勝手に食べたジョー君が悪いんでしょ。面白い。でもさ、そんな間抜けだったジョー君に助けてもらったおかげで、今こうして私は生きてるんだよね。ジョー、ありがとう。なんだよ急に。そういえば小学生の時、私に意地悪ばっかしてたよね。それはどうして？それは、お前のことが、す、あれ？ジョー君、ゆでだこみたいに顔が真っ赤になってるよ。お熱があるのかな？うるせえ。ジョー君、私はね、小学生の時からジョー君のことが大好きだったんだよ。俺の方がリンのこと好きだったよ。ありがとう、嬉しいよ。ジョー君、これからもよろしくね。お前のことはこれからも俺が守ってやるから。期待してるね。うわー、パパとママがイチャイチャしてる。ハナ、見られてたのか。ハナも入れて。うん、ハナもおいで。リンとハナのことは俺が絶対に幸せにするよ。パパ頼もしいね。ハナもパパとママ幸せにする。もうあなたみたいなお腹ポニョポニョな人とは暮らせません。なにそれリン、急にどうした？もうお父さん、ちゃんとやってよ。リアルおままごとでしょ。え、リアルおままごと、なにそれ。リン、お父さんのケーキ食べてもいい？あ、別にいいけど。いいの？だって大好きなケーキ食べちゃうんだよ。俺そんな好きじゃないし。ママ、なんかしっくりこないよ。なにしっくりこないって。パパは仕事で疲れてるんだから休ませてあげて。うん、本当だよ、休みの日ぐらい休ませてくれよ。あやね、俺のワイシャツアイロンかけといてな。私はあやね、32歳。夫の健太とリアルおままごとにハマっている娘の凛と、3人で平凡だけどまあまあ幸せな人生を送っている。それよりしっくりこないか、どういうことだろう、なんか気になる。
まずそんな言葉どこで覚えてきたのかな。そんな私の夫の健太は最近仕事がかなり忙しい。出世したそうなんだけど、そのせいか家族で過ごす時間が少し短くなり、私も凛も寂しい思いをしている。でもそれは仕方ないよね。健太は私たちのために頑張ってくれてるんだし。ただ最近健太はかなり家での態度が悪くなってきた。もともと亭主関白を地で行く人だったけど、それがさらに悪化したような感じだ。係長様のお帰りだぞ。出迎えろ。すぐに飯を出せ。飯を。お帰りなさい。飲んできたの？そうだ、悪いか。偉くなると付き合いが大変なんだよ。てめえにはわかんないだろうけどな。てめえは家でゴロゴロしてるだけだからな。そんな言い方。パパ、お帰り。あ、リン、起きてたの？あ、誰だお前。え、パパ、リンのこと忘れちゃったの？ミカか？いや、ミカがこんなちっちゃいわけねえよな。ミカはボンキュッボンだし。パパ、何言ってるの？怖いよ。リン、寝なさい。パパはお酒で酔っ払ってるだけだから。うん、おやすみなさい。ねえ、ケンタ！早く飯。腹減った。はぁ、やっぱいいや。眠くなっちゃったから、おやすみ。ちょっと。はぁ、でも、今言ったところで意味ないか。ケンタはだいぶ酔っ払ってるし。それに、ミカって誰よ？まさか、ケンタ。いや、それはさすがにないか。勘繰りすぎるのは良くないよね。とにかく明日は、ケンタは仕事が休みのはずだから、ケンタが起きたら、ちゃんと話そう。そして翌朝、私が起きると。え？何してんの？なんで出かけようと？あれ、言ってなかったっけ？出張だよ、出張。聞いてないけど。そうだっけ？言うの忘れてたよ。ごめんごめん。最近忙しいからさ。やっぱり係長になると多忙でね。いや、偉くなるのも辛いよ。仕事が忙しくなったのはしょうがないけど。何？もしかして文句？朝っぱらからやめてくんない？お前は家にいるだけで楽だけど、俺は外に出ていろいろと忙しいんだから。だってケンタ出張に行っちゃうんだから、今言うしかないでしょ。ケンタ、昨日のこと覚えてる？あ、昨日のこと全然覚えてないけど。覚えてないの？はぁ、酔っ払って帰ってきてリンに誰って言ったんだよ。リン、かなりショック受けてた。ああ、うっすら覚えてるかも。だからなんだよ。リンね、多分昨日寝ないでケンタのこと待ってたんだよ。え、なんで？ケンタと遊びたいからよ。は？遊びたい？これ見て。私がケンタに見せたのはリンの落書き。そこにはパパとしたいこと、1、リアルおままごと、2、ケーキを食べに行く、3、お散歩と書いてある。なんだこりゃ。リンね、ケンタと会えなくて寂しい思いをしてるのよ。それなのに昨日ケンタがリンにあんなこと言ったから、リン布団の中で泣いてたんだから。だからなんだよ。え、なんとも思わないの？子供のフォローをするのは専業主婦のお前の役目だろ。それぐらいやれよ。係長の妻なんだからさ。それにさ、リンは俺を敬う気持ちが足りないんじゃないか。俺は家族のために稼いでるんだぞ。何それ。あ、やばい、電車に間に合わなくなる。じゃあ行くからな。行ってらっしゃい。あ、ちょっと待って、聞きたいことがあるの。なんだよ、まだなんかあんのかよ。ミカって誰？ミカ？知らないな。本当に？ああ、そんな人を知るわけないだろ。じゃあ、行ってくる。靴、左右反対よ。ギャグだよ、ギャグ。あやねが怒ってるから、笑わせようと思って。お土産、たくさん買ってくるからな。さすがに動揺しすぎじゃない？これ、もしかして。さすがに怪しいと思い、私は知り合いの探偵に調べてもらうことにした。ハルト、久しぶり。おっす、あやね、久しぶり。なんだよ、そんな元気なさそうな顔して。はやねらしくないじゃん。高校の時はさ、
お残しはよろしまへんでって毎日怒ってたのに。そんなこと言ってないけど、それどっかの食堂のおばちゃんでしょ。あれ、そうだっけ。まあそんな感じでいっつも怒ってたじゃん。いや、あん時はあやねにビビりっぱなしだったな。それはハルトが授業をちゃんと受けないからでしょ。そうそうそう、その感じがあやねだろ。よかった、いつものあやねに戻って。こいつが探偵のハルト、私の幼馴染で本当に不真面目なやつ。ただこう見えていざとなった時に一番頼りになるのはハルトだ。私は友達の中で一番このハルトを信頼している。で、俺を呼び出したってことはなんか困ってるんだろう。うん、実は旦那が浮気してるっぽくて。え、マジ？うん、確証はないんだけど。もしそれが本当だったら許せねえな。ハルト、調べてみてくれないかな。ああ、もちろん、他ならぬあやねの頼みだからな。ありがとう、助かるよ。お金はいくらでも払うから。何言ってんだよ、俺とあやねの仲だろ、金はいらない。え、でも。その代わり。その代わり？あやねの食べてるケーキ一口ちょうだい。え？いや、人が食べてるの見ると欲しくなるじゃん。いいけどさ、本当に相変わらずね。ありがとう、いただきます。って、あれ、ケーキがなくなってる。ケーキさん、おいしいね。うりゅう、なんでここに。お、俺のケーキ。いや、正確には私のケーキだけど。リンね、学校から帰ってたらママを見つけたからお店に入ってきたの。このおじさんだ、あれ。この人はハルトさん、ママの幼馴染よ。あー、あー、大変。どうしたの。ハルトさんのお腹ポニョポニョ。ハルトさんのケーキの残り食べてあげる。あ、こら、リン。おいしい。あ、俺のケーキが。よしよし、元気出して。うん、ママなんかしっくりくる。しっくりくるじゃない。え、ハルトさんにごめんなさいしなさい。うん、ごめんなさい。いいよ、俺もリンちゃんの気持ちはよくわかる。ケーキは美味しすぎるからな。その後3人でケーキを食べた。リン、久しぶりに楽しそうな顔をしていたからよかった。2週間後、ハルトから連絡が来た。結果、やっぱりケンタは浮気してたそう。そして浮気相手の名前はミカだった。予想してたとはいえ、この事実を突きつけられると辛いな。それを聞いた時、私はトイレにこもりしばらく泣いてしまった。あ、ママ、やっとトイレから出てきた。ママ大丈夫？お腹痛いの？ううん、大丈夫よ。心配かけてごめんね。泣いてるのお父さんのせい？え？いや、違うよ。時々リンは子供じゃないような鋭いことを言ったりするからドキッとする。リンに心配かけちゃって悪いな。でもやっぱりこれ離婚するしかないのかな。他の解決策があるのだろうか。私はその日の夜、ケンタと話し合うことにした。おい、係長様のお帰りやぞ。お帰りなさい。お酒臭いわね。ミカさんと飲んできたの？当たり前じゃんか。いやー、ミカ最高だったよ。浮気を認めるのね。別にいいだろ。うん、俺は係長様なんだ。妻一人じゃ俺は満足しねえんだよ。武将とかだって側室がいたろ。それと一緒だよ。あなたね、俺みたいなすごい奴の制裁なんだから感謝しろっつーな。それにさ、浮気がバレたところでお前に俺と別れる勇気なんてねえだろ。そもそもお前は一人で稼ぐ力なんてねえし。パパ。あ、なんだ、リン。リン、大人の話をしてるから向こうに行ってなさい。リアルおままごとスタート。あなた、またこんな遅くまで飲み歩いて。もう、私たち限界。ここに判を押して。え？どうしたの、リン？
なんだ、遊びでこんなものまで作ったのか。本当にリアルだな。いいだろう。判を押してサインしてやるよ。凛の方がよっぽど綾音より度胸があるな。じゃあ、俺はこれ書いて寝るわ。ああ、明日ミカとデートだから、服出しとけな。ママ、凛、あの人嫌い。え？ママ、いつもあの人のせいで泣いてる。凛ね、リアルおままごとで覚えたの。離婚届を市役所ってとこに出せば、あの人とバイバイできるんでしょ？あれでバイバイしよう。ケンタは、その凛が渡した紙を持って寝室に行ってしまった。画用紙か何かで離婚届を作ったのかな。それにしても凛、そんなこと考えてたんだ。幼い子にこんなことを考えさせてしまって、申し訳ないな。私は一週間考えて答えを出すことにした。そして、一週間後。ただいま。え？なぜか仕事に行ったはずのケンタが戻ってきた。ああ、やっぱ今日会社休みだったわ。うん、そう。お邪魔します。え？誰？ああ、側室のミカ。ミカです。よろしくね。ミカって浮気相手の？そんな人を連れてくるなんて何考えてるの？だってホテル代も結構かかるしさ。家の方が経済的じゃん。信じられない。もう限界。なんだ、離婚か？離婚。それならそれで俺はいいけどな。私は家を飛び出した。そして数時間後、ケンタから電話がかかってきた。おい。何？帰りにさ、ケーキ買ってきてくんない？ミカが食べたいらしくてさ。私、モンブランがいい。制裁さん、よろしくね。は？本気で言ってんの？いいから買ってこいよ。金持ってんのは俺様。わかってんだろ。とにかく俺の言うことを聞いてればいいの。何それ？別に俺は離婚してもいいんだぞ。離婚されて困るのはお前。ちょっと待っててね。は？何を待つんだよ。もうすぐ離婚成立するから。は？どういうことだ。どういうことも何も、私今市役所にいるの。は？市役所？離婚届を提出するところ。は？俺は離婚届にサインなんかしてねえぞ。したじゃない。してねえよ。したわよ。リンがリアルおままごとで渡した時に。え？覚えてない？あれ本物だったの？ええ、あれは本物よ。私もまさか本物だと思わなかったけど、私がバッグに入れてたのを取ったみたい。そんな。でもお前、俺と離婚なんかできないだろ。別にいいけどな、俺は離婚したって。その言葉録音してるからね。は？じゃあ離婚届提出します。え？マジ？大マジです。後悔するぞ、俺と別れたことを。なんたって俺は係長様だからな。係長様だったじゃないの？え？どういうことだよ。さあね。まあすぐにわかると思うけど。後で泣いても知らねえかんな。そう、泣くのはどっちでしょうね。その後、泣いたのはケンタとミカさん。ケンタとミカさんは会社の上司と部下。しかもミカさんは社長の娘だったらしい。さらにミカさんは既婚者。ケンタの会社の社長のもとに浮気の証拠が行き、社長は大激怒。しかも、ケンタとミカさんは業務中も不倫してたみたいで、仲良く解雇。そして私はケンタと離婚。浮気相手も旦那さんに離婚された。二人は再就職しようとするも、面接すら受けさせてもらえなかったそう。それはなぜかというと、名探偵が裏で何かしてたとか。何をしたかは教えてくれなかったけど、裏の社会の手も借りたとか借りてないとか。社長に浮気の証拠を送ったのもその探偵の仕業。その探偵の名は鈴森晴人。探偵さ、調子に乗りすぎ。いって。でもありがとね、晴人のおかげで全て解決したよ。どういたしまして。俺は彩音のためだからここまで。え？なんでもない。何よ。それに慰謝料もしっかりもらったし、養育費も一括でもらえたからよかったよ。でもあの人たち、よくそんなお金があったな。ああ、それは俺の友達の噂組の犬っちに頼んで。え？噂組？それってヤクザ？ああ、いや、
なんでもない。怪しい。まあ、深くは聞かないであげるわ。私、ハルトみたいな人と結婚すれば幸せになれたのかな。いや。リンはそう思うよ。え？なんでリンがここに？学校から帰ってたらママとパパがいたんだもん。え？パパ？え？リンのパパになるんじゃないの？リン！1年後。別れましょう。あなたみたいなお腹ポニョポニョな人とは暮らせないわ。これに判を押して。待って、待ってくれよ。これを捨てないでくれ、リン。ちゃんとダイエットするから。だから俺のことを捨てないでくれ。1週間にケーキは3つまでにするから。ハルト、リン、何やってるの？リアルおままごとだよ。斬新な遊びだよな。さすが俺たちの子供。リアルおままごとなんてやめて。ハルトも一緒になってやらないで止めてよ。それにハルト、1週間にケーキ3つは食べ過ぎです。パパ、どんまい。リン、アヤネを説得してくれよ。娘を頼るんじゃない、パパったら。もう、でもさ、ママ。何、リン、なんだかしっくりこない？やっとリンの言ってることが分かった気がする。なんだよ二人して。俺にもその感覚を教えてよ。俺もすっきりしてよ。リンとママだけの秘密だよね。ねえ。おい、ケーキ食べちゃうぞ。お腹ポニョポニョの人とは暮らせないけどいいの？ああ、いや、それは冗談よ。なんだよ、ひどいぞ。俺本気でビビったんだから。冗談に決まってるじゃない。ハルトがバラモンになろうと、タダになろうと、カネゴンになろうと、バルタン星人になろうと、私は大好きよ。は、早ね。嬉しいけど、なんで全部ウルトラマンの怪獣？せめてウルトラマンが。パパはショッカーとかが似合いそう。いいってやって、いいって。いい。ママ、お散歩行こう。そうね。パパは置いてこっか。恥ずかしいし。やらせといて、それはひどいじゃないか。でも、パパ、みんね、意外とパパのこと、とっても大好きだよ。意外と？うん、パパもね、ママも、リンの宝物。ありがとう。俺も、リンも、アヤネも宝物だよ。もちろん私もよ。こうして私は幸せになれた。なぜかわからないけど、生まれ変わっても、世界が変わっても、どんなことがあっても、ハルトとリン、そして私はいずれこうやって幸せに暮らせるような気がする。リンがしっくりくる。そう言ってたけど、私もこの三人が本当にしっくりくるんだよな。なんでだろうね。きっと私たちはこうなる運命なのかもしれない。生まれ変わっても、ハルトとリン、この三人で人生を謳歌したいな。本当にこの二人に出会えて、私は幸せだ。毎日毎日、リンたちが来り、先生に怒られ、嫌になっちゃうよ。嫌になっちゃうよ、じゃないわよ。最近ひどすぎます。スモモちゃんやメイちゃんといたずらばっかりして、いい加減にしなさい。パパ、ママがお兄さんになってる。助けて、パパ、いや、さすがパパ、頼りになるよね。パパかっこいい。リン、こういう時だけハルトを頼るんじゃないわよ。そしてハルトもチョロすぎる。ごめんなさい。はあ、いいな、お姉ちゃん羨ましいな。これのどこを見て羨ましいと思うのよ。だって可愛い娘のリンちゃん、優しい旦那のハルトさん、最高の家族じゃない。もう文句なしよ、私の理想。へへ、パパ可愛いだって。リン優しいだって。あなたたちね。でも秋もそろそろ幸せになれるじゃない。カズさんって素敵なパートナー見つけられて本当によかったね。そうだね。よし、私もお姉ちゃんのような素敵な家族作るぞ。あんたには無理じゃない？え、ちょっとお母さん、なんでそんなこと言うの？ん？
アキはお父さんに似て気量が良くないからよ。アヤネは私に似て美人だからあれだけどさ。ちょっとひどいんじゃないか。まあ、そうね。私がお父さんと結婚したばっかりにこんな顔になっちゃったんだもんね。そこは謝るわ。お前な。何なの？お母さん最近態度が悪すぎない？何が？私は通常運転だけど。ああ、リン分かったよ。何よ、リンちゃん。おばあちゃん、病気なんでしょう。学校の友達のスモモちゃんが言ってたよ。おばあちゃんみたいな人のこと、ドキューンって言うって。ドキューンね。ね、性格が悪くなる病気なんだよね。あやや、おばあちゃんもその病気にかかっちゃったか。な、失礼な。リン直してあげようか。性格、悪いの悪いの。飛んでけ。悪いの治った？あなたね。リンちゃん最高。リン、グッジョブ。よく言った。笑ってんじゃないわよ。私は秋。彼氏のカズにプロポーズされた私はそれを受け入れ、今度結婚することになった。幸せの絶頂なのだが、一つ気になることが。それはお母さんの態度。彼氏のカズが結婚の挨拶に来てから、私たち、特にお父さんに対する態度がひどくなったんだよね。はじめまして、カズと申します。よろしくお願いいたします。あら、超イケメンじゃない？私のすっごくタイプ。いやー、私があと30歳若かったらな。ちょっとお母さん。いやー、でも本当にイケメンだよな。カズくんはお父さんに、お母さんに、どっち？よくお父さんにって言われますね。あら、そうなの？確かお母さんはもう他界してるのよね。あ、はい、そうなんですよね。だから父は今実家で一人暮らししてるんですよね。お母さん、ぐいぐいいろんなこと聞きすぎだって。だって義理の息子になるんだからさ、いろいろと知っておかないと。だからといって。アキ、俺なら全然大丈夫だからさ。カズ。ほら、カズくんもそう言ってることだしさ。それよりカズくん、今日は話があって来たんだろ。あ、はい。アキさんとの結婚を認めてください。もちろんよ。こんなイケメンなら大歓迎。アキのことよろしくお願いします。あ、はい、ありがとうございます。じゃあご飯でも食べましょう。ご飯でも。ごちそう用意したから。ああ、お酒もあるわよ。ありがとうございます。やけにお母さんハイテンションだな。そうだ、カズくん、連絡先交換しましょうよ。あ、はい。だからぐいぐい行き過ぎだって。なーに？もしかしてカズくんを取られると思ってんの？え、そうなのか。そんなんじゃないよ。確かに私の方が美人だけど、さすがにあんたの婚約者は取らないわよ。この結婚の挨拶からお母さんの様子はおかしくなっていったんだ。お母さんに聞いてもそろそろわかるわよとか意味深なことを言うだけだし、もうお母さんのことは放っておくしかないか。そんなことより翌月、私がカズのお父さんに結婚の挨拶に行くことになってる。緊張するけど頑張らないと。そして翌月。今日はよろしくね。こちらこそ。実は秋にサプライズがあるんだ。え？サプライズって？サプライズだから言わないって。うん、なんだろう、サプライズって。もしかしてケーキでも用意してくれてるとか？おーい、親父、秋連れてきたぞ。おー、じゃあ上がってくれ。家の奥から声がした。お父さんの声だろう。お邪魔します。じゃあリビングに父さんいるから。うん。そして私がリビングに行くと。おお、君がアキちゃんか。はじめまして。あ、はじめまして。やっぱりお前の方が可愛いかもな。でしょでしょ。というかこんなところでダメよ、あなた。あ、カズのお父さん、カズのお母さんとイチャついてる。顔は見えないけど私のお母さんと同い年くらいかな。たく、父さんも母さんも秋の前でやめてくれよ。夫婦の仲はいいことだけどさ。ん？あれ？ちょっと待って、おかしくない？あ？何が？カズのお母さんって確か病気で。ああ、うん、新しいお母さん。え？新しいお母さん？はーい、カズの母でーす。え？え？お母さん？え？びっくりした？これがサプライズだよ。驚かせてすまないね。どう
どういうことなの？見てわかるでしょ？私、カズくんのお母さんになったの。は？いやー、カズくんのお父さんが独り身でよかったわ。わけがわかんない。ごめんな、驚かせちゃって。結婚の挨拶の後、秋のお母さんから連絡があってさ、父さんに会わせてくれって。そうなの。で、会ってみたら一目惚れ。本当にカズくんとそっくりなんだもん。あ、もしかしてカズくんを奪うと本気で思ってた？娘の婚約者は取ったりしないって言ったでしょ？お父さんの方を狙ってたの。正直、父さんをこの広い家で住まわせるのは不安だったから助かったよ。いやー、この年で再婚できるとは思わなかったよ。ありがとうな、はるみさん。いえいえ、まさひこさん、こちらこそありがとう。この年で恋愛できるとは思わなかった。お父さんを裏切ったってこと？え？まあそうなるわね。でもいいでしょ、ちゃんと慰謝料と離婚届置いてきたし、あなたにとっては別にデメリットないじゃない。私が母親であることには変わりないでしょ。ああ、でも戸籍上はお母さんになるの？信じられない。いやー、驚かせすぎちゃったかな。まあ夕飯を食べながらゆっくり話そうじゃないか。俺とはるみさんの馴れ初めをゆっくり話してあげるよ。ああ、それ俺も興味あるわ。教えて教えて。失礼します。ああ、ちょっとどこ行くんだよ、アキ。私はカズの家を飛び出した。夢じゃないよね。できたら夢であってほしいよ。婚約者のお父さんと自分のお母さんが不倫してるって何？しかもカズもそれを知ってたなんて。ありえない、ありえない。なんなのこれ。私の頭はパニック状態。現実をなかなか受け入れられなかった。そして私が家に戻ると、そこにはお父さんとお姉ちゃんたちがいた。お姉ちゃん、もうわけがわかんない。お父さんから話を聞いたよ。本当にお母さん最低だね。あきちゃん、辛い時はたくさん泣くといいよ。よしよし。あきちゃん。その後、私はお姉ちゃんの胸の中で泣き続けた。そして2時間後。少し落ち着いてきた？うん。でも私、お母さんとカズも、カズのお父さんのことも許せない。それは、私たちも一緒だよ。ああ。でも、どうしようもないよね。いや、どうしようもないことはないんだよな。え？うん、そうなんだよ。どういうこと？実はね、それから4ヶ月が経った。私はあれ以来カズと一切連絡を取っていない。 LINE をブロックして着信拒否をしたんだ。そんなある日のこと、お母さんから再婚したと LINE が。私はお父さんにその LINE を見せた。いよいよか。うん、そうだね。そしてその翌日。ちょっと何してくれてんの？ねえ、何やってんのよ。ああ、元お母さんどうしたの？何のようだ。他人に家に上がってきて欲しくないんだが、鍵を返してもらおうか。この写真何よ、いつの間に撮られたの？ああ、それハルトさんが撮ってくれたの。え、ハルトくんが？うん、ハルトさん昔探偵やってたんだよね。その写真とは大量のお母さんの浮気の写真。離婚前、お父さんがお母さんの様子を怪しく思い、元探偵のハルトさんに調査を頼んだんだ。その結果、カズのお父さんだけじゃなく複数人と浮気していたことが発覚。一月の間によくやったよね。カズのお父さんとの浮気を皮切りにハマったみたいだ。しかもカズのお父さん以外はみんな既婚者、つまりダブル不倫だ。なんでこのタイミングでうちに送りつけてくるのよ。だって結婚した後の方がダメージが大きいだろ。お前にもその浮気相手にとってもひどい。でもセーフよ。これを受け取ったのは私が先だから。カズくんとマサヒコさんは見てないわよ。いや、見てると思うけど。え？さっきカズと会って婚約破棄を言い渡してきたの。そのついでにカズに渡しちゃった。え？どんまいお母さん。どうしましょう。お前が浮気していた相手の奥さんにも送ったぞ。10人以上いたっけか。慰謝料とんでもないことになりそうだな。ああ、いや、そんな人数に慰謝料を払うようなお金はないわよ。この前あなたに払ったのだけでもう貯金は。知らないよそんなこと。そんなことを言わないでよ。私たち家族でしょ。ねえ、家族を見捨てないでよ。困った時に助け合うのが家族よね。
あのさ、離婚届を出したんだから、お母さんは家族じゃないよ。私たちとお母さんは赤の他人。助ける必要はないってわけ。そんな悪情者。どの口が言ってんだか。とにかくさっさと出てってよ。どうすればいいの？これから私はどうやって生きていけばいいの？その後、お母さんはカズのお父さんに捨てられた。そして全ての浮気が明るみに出て、毎日のように裁判に出ているそう。すでにノイローゼ気味だとか。聞くところによると、慰謝料は合わせて3000万円ぐらいらしい。ちなみにカズたちはというと、父さん、しっかりしてくれよ父さん。カズのお父さんはお母さんに裏切られたショックで精神をおかしくしたそう。自分は人の奥さんを取るような真似をしたのにね。一気に元気がなくなり、今は介護が必要な状態らしい。あまりにも症状がひどく、カズは会社を辞めて介護に専念することに。と言っても貯金もあまりなく、介護疲れでノイローゼ気味になるなど苦しい生活をしているそうだ。まあ、自業自得としか言いようがないよね。えへん、みんなこれ見て、リン頑張ったんだよ。おお、すごいな、リン。100点だなんて、やっぱりリンは俺たち自慢の娘だ。リンよく頑張ったわね。うん、やっぱりいいな。早くこんな家族が欲しい。大丈夫、アキならいつか素敵な旦那さんを見つけられるって。そうかな。そうだといいんだけど。ああ、アキなら大丈夫さ。許さない。許さない。絶対に許さないんだから。めちゃくちゃにしてやる。めちゃくちゃにしてやる。え？お母さん？どうやって入ってきたの？まだ合鍵を持ってたのよ。幸せそうな顔しやがって。私は慰謝料の支払いで苦しんでるっていうのに。違う、自得でしょ。私を家族に戻しなさい。ほら、婚姻届を持ってきたわ。お父さん、早くこれにサインしなさい。するわけないだろうに。あっはっはっは。私を怒らせたらどうなるか。わかってるの？もうね、私に失うものは何もないのよ。ほら、私を家族に入れなさいよ。え？刃物？ちょっと、そんなものしまってよ。私を見捨てたことを後悔させてあげるわ。うわぁ！うわぁ！パパ、カニバサミ！おりゃぁ！うわぁ！すごい！パパ、かっこいい！今日のは一段と良かったね。いやぁ、それほどでも、リンの掛け声もキレがあって良かったよ。最近ずいぶんと仲良しね。そんなことしてる場合じゃないって、早くおまわりさんを呼ばないと。その後、110番をしてお母さんは逮捕。殺人未遂で刑務所行きになった。刑務所の中でも錯乱状態らしい。もう二度と出てきてほしくないな。これで本当に一件落着かな。うわぁ！え？どうしたの、リンちゃん？もしかしてまたお母さんが？でも、お母さんは刑務所にいるはずだし。あ、カズかも。見て、見てよ！冷蔵庫がどうかしたの？リンが取っといたケーキがなくなってるの。すっごく楽しみにしてたのに。え？食べちゃったの忘れたとかじゃないの？パパじゃないんだし、そんなことリンはないよ。ハルトさんはよく忘れるんだ。多分犯人はパパだよ。そうだよね、パパ。いや、今回は違うって。俺の分しか食べてないよ。いつ食べたの？さっき。ハルト、昨日の夜もケーキ食べてたけど、一人一つしか買ってないよ。あ、パパなんて、大嫌いだ。もうパパのこと結婚式に呼ばないんだから。リン、そんなこと言わないでくれよ。それに、結婚？え、どういうこと？嫌だ、嫌だよ、リンが結婚なんて。俺、絶対嫌だ。うん。その結婚ってのどこで覚えてきたの？小学校の友達のおすももちゃんがね、パパには一番ダメージがある魔法の言葉だって教えてくれたの。たく、あの子は本当にお母さんにね。リン、やめてくれ、まだ早いって。ハルトもいつまで泣いてんの。この年で結婚できるわけないでしょ。本当に楽しい家族だね。いやー、本当にお姉ちゃんたちといると心が清らかになるよね。正直落ち込んでたけど、
お姉ちゃんたちのおかげで立ち直れそう。うん、頑張ろう。私、お姉ちゃんたちみたいな素敵な家族を作ろう。そして絶対幸せになるんだ。はいはい、かしこまりました。すぐに向かいます。ああ、いや今日は違います。会社の冷蔵庫のプリン食べたのは僕じゃ。え、僕の席にプリンの空の容器が。うわー、すみません、うっかり。リン、リン、どうしたの、ママ。こっちのセリフよ。へへ、教えてあげるよ、ママ。これはパパごっこ。パパごっこ。うん、パパいつもお仕事の電話出るとこんな感じでしょ。確かに。というか会社でも人のものを。いや、ちょっと待ってくれ。さすがに会社では間違えて人のもの食べてないって。たまにしか。たまに？嘘でしょ、会社でもやってるの？大丈夫、一回社長のプリン間違えて食べただけだから。全然大丈夫じゃないでしょう。よりによって社長のを食べるって何？え、パパってばおちょちょちょいだね。に、おっちょこちょいね。まったく。私はあやね、32歳。おっちょこちょいな旦那ハルトと明るい娘リンと暮らしている。おお、そうだ、今日いつきくん来るんだよね。え、そうなの？聞いてないけど。リンね、いつきくんが来るときなんとなくわかるんだよね。そういえば前もいつきが来るとき当ててたわよね。あの子いつもアポなしで来るから。いつきとは私の兄、放浪癖がありいつもフラフラしてる。うわ、何の音。ちょっと見てくる。俺も行くよ。リンは危ないから。なんだろうなんだろう、ワクワク。ちょっとリン待ちなさい。うわぁ、やっぱりいつきくん来たよ。え、いつきどうしたの。大丈夫か。ああ、こんちゃこんちゃ。あやね、ハルトさん、リン。ああ、やばい、トイレ貸してくんない、腹が。いいけど。はあ、助かった。で、なんであんなところで倒れてたのよ。ああ、それがさ、聞いてくれよ。久しぶりだな、噂町。ああ、あやねたちに手土産買っていかんとな。うーん、あ、美味しそうなケーキ屋が。すいません、いらっしゃい。こんちゃ、ケーキください。どれがいいかな。手土産に持っていきたいんですよね。試食してみるか。いいんですか。お、うわ、うまい、うますぎる。このケーキください。おお、兄ちゃん嬉しいこと言ってくれるね。サービスでこれとこれとこれつけちゃうよ。ありがとうございます。うめえ。あれ、手土産じゃ。ああ、やっちった。もうケーキは売り切れだぜ。仕方ない、他のを探すか。手土産のケーキを全部食べてお腹壊したってこと。うん、そうなんだよね。まったく。いつきくんパパみたい。そんなんじゃモテないよ。俺はさすがにそんなことしてるでしょ。うん、でもね、さっき薬もらったから大丈夫なはず。薬。うん。あ、やばい、腹痛い、食べ過ぎた。腹痛いのか。え、うん、君は。我が名はプライムジャック、メイだ。お医者さん。ねえ、腹痛を治す薬とかない。ああ、腹痛くするやつしかに。ああ、それちょうだい。お前頭おかしいますか。目には目を、毒には毒を。お兄さんよく旅してるからわかるんだよ。こういう時は毒を入れた方がいいって。ほら、お金出すから。金はいらん。もともとママに捨てろと言われたやつ、責任は取らねえ。おい、やった、薬ゲット。よし、治った。それはプラシーボ。ありがとう、小さなお医者さん。礼には及ばん。そのお医者さんってもしかしてピンク頭じゃなかった。ああ、そうだった。何、知り合い。やっぱりメイは有名なんだね。スモモちゃんだね。スモモちゃんだね。その薬見せて。
ああ、うん、あやねたちのお土産用にも一本もらったんだ。これ風邪ひいたら飲んでみてよ。カルプスだね。カルプスだね。え、なに、この薬もそんなに有名？やっぱり名医なのか。ああ、ひまりからライン。スモモが1年もののカルプスを持って逃走中、見つけ次第確保して。だってこれだね。これだね。あ、あれ、またお腹が、やばい、薬が切れてきたのかも。ごめん、これやっぱり俺が飲む。ああ、ちょっと飲んじゃ。飲んじゃったね。飲んじゃったね。ダメだダメだ、腹痛が治らない、薬の量が足りないんだ。違う違うから、その薬が原因だから。ごめん、あやね、ハルトさん、リン、プライムジャックに新しいのをもらってくる。またね。何しに来たんだろうね。何しに来たんだろうね。本当に何しに来たのよ、いつきは。あの子相変わらずだな。ママ、いつきくんってパパと雰囲気少し似てるよね。確かに。え、俺あそこまでじゃないでしょ。私は兄に似てる人を選んでしまったのか。その翌日、私はパート先のスーパーで品出しをしていた。カルプス、あのあといつきはどうなったんだろうか。いった。あら、ごめん。ミキさん、カカシみたいにぼーっと突っ立ってるから当たっちゃった。まず謝るべきなんじゃないですか。え、何、神戸を垂れろって。やめてよ、そうやってマウント取るの。リンちゃんが私立の幼稚園に受かって、私の息子が落ちたからマウント取ってるのよね。そんなんじゃありませんから。いやいやいや、あやねさん、あなたの顔に書いてあるわよ、私のことを見下してるって。本当にそんなことないです。この人はパートの同僚のミキさん。以前までは仲が良かったんだけど、子供が同じ私立の幼稚園を受け、ミキさんの息子さんは残念ながら不合格になってしまった。それからというもの、何かと私に突っかかってくるようになった。おーい、どうしたんだ。ああ、店長、何でもないですよ。そうか。ああ、そうだ、君たちにお願いがあるんだ。お願いですか。ああ、最近店の商品がよくなくなるんだよな。え、万引きされてるのかもしれない。防犯カメラには何も映ってなかったから、もしかしてカメラの死角でやられてるのかも。少し気にして店内を見てくれないか。かしこまり。はい、わかりました。ああ、店長。ん、なんだそれ。獅子心中の虫ってことわざがあるじゃないですか。確か恩をあだで返すことや、組織内にいながらも害を与える人間のことを指す言葉ですよね。すっごい、さすが私立幼稚園の子を持つあやねさんね、物知り。いや、組織内にこの店の店員が取ってるって言いたいのか。さすがにそれはないだろう。あるかもしれないですよ。例えば最近私立の幼稚園に子供を入れてお金に困ってるパートさんとか。もしかして私が取ったって言いたいんですか。あら、やだ、そんなこと一言も言ってないけど。え、もしかしてあやねさんが。そんなことするわけないじゃない。まあ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 、落ち着いてくれよ二人とも。私は別に店員が取ったとは思ってないから。まあそういうわけで頼むよ。はい。本当に嫌な人、ミキさんといるとストレスが溜まってしょうがない。その翌日。ああ、またやられてる。え、売り上げがおかしいんだよ。そうなんですね。たく、誰だよ、本当にやめてくれよ。店長、店長。お、どうしたんだミキさん。私見ちゃったんです、昨日の帰り。え、見た。もしかして店のものを取ってるやつが分かったのか。はい。誰なんだ。非常に言いにくいんですが、あやねさんです。店のもの勝手に持って帰ってました。あやねさん。はい、私そんなことしてません。ああ、犯人はみんなそう言うのよね。でもさ、もう言い逃れはできないでしょ。だって私が見ちゃったんだから。証拠は、証拠はあるんですか。証拠、私が見たってことが証拠でしょ。店長、私そんなことしてませんから。店長、私見たんですよ。ちょっと二人とも落ち着いてくれって。その後、店長に個別に話を聞かれた私たち。店長は私がやるような人だとは思えない、そう言ってくれたからまだ良かったけど、本当にミキさんは許せない。その数日後。
今日は休みだからいいけど、明日からのパート憂鬱だな。やめちゃえば。俺最近給料上がったし、働かなくても大丈夫だよ。そうね、やめて違うパート先でも探そうかな。底辺だ底辺だ。あれ、リン遊びに行ってたんじゃ。そうなんだけど、そうなんだけど、底辺だから帰ってきたの。リンが遊びを放棄して帰ってきた。それは底辺だ。ちょっとリン、落ち着いて。ハルトも。え、お兄ちゃん？こんちゃこんちゃ。お、いつきくんどうしたの？この前言いそびれたことがあってさ。言いそびれたこと？うん、俺実は結婚すんの。え？だから結婚するの。ええー、お兄ちゃんが？ね、底辺でしょ？底辺だね。え、一生結婚しないと思ってた。というかこの前はそれを伝えに来たのね。あ、そうだ、今日は連れてきたんだよ。連れてきた？婚約者を。そういうのは事前に言ってよ。言ったらサプライズにならないじゃん。そんなサプライズはいらないから。ママ怒ってるね。怒ってるね。そこちゃちゃ入れない。うわ、まあとにかく今外にいるから呼んでくるね。うん。お兄ちゃんの結婚相手一体どんな人なんだろう。はい、この人が俺の婚約者です。へえ、はじめまして。リンはリンです。ハルトはハルトです。もうパパ真似しないでよ。いや可愛いから俺もしたくなっちゃって。なら許してあげる。私はミキです。よろしくお願いします。え、は、どうも、いつも兄がお世話になってます。あ、どうしたのミキさん。あ、いや、なんでもないの。あれ、どこかでお会いしたことありますか？気のせいですよ。私、あなたのこと知りません。いや、私のパート先にいる旦那さんと息子さんがいるミキさんってパートさんに似てる気がするんですけど。他人の空にってやつじゃ。そんなはずは。やっぱりあなた、ミキさんじゃないですか。ミキさん、何してるんですか？え、知り合い？旦那さんいるってどういうこと？あ、いや、その…どういうことか説明しなさい。それはその、旦那とは別れるつもりなのよ。あの人のせいで幼稚園に落ちたから。ほら、幼稚園の面接は親も見られるって言うでしょ。だから。何それ。それで結婚してることを黙ってお兄ちゃんと結婚しようとしたってわけですか？ありえない。だってしょうがないじゃない。今たまたま空きが出て編入できるかもしれないのよ。このチャンスを無駄にできないの。というか、なんでお兄ちゃん？だってこの人頭いいんでしょ？え？英語をペラペラ喋ってるところを見たの。そこで逆難したってわけ。顔もタイプだし、この人なら間違いないって。お兄ちゃん、頭良かったっけ？いいよ、呪文じゃなかったけど勉強は下から数えた方が早かったね。自慢じゃないね。全然自慢じゃないね。というか、リン、ここにいるべきじゃない。あっちでパパとカッパさんごっこしよう。うん、しよう。パパ、頭はもうオッケーだから、体緑に塗ろうね。頭はオッケー。いいから行こう。おう。え？あ、頭良くないの？ええ、英語が喋れたのは放浪癖があって海外にしばらくいたからです。そうだね。お兄ちゃん、なんか映ってない？騙したわね。いや、俺一言も頭いいなんて。というか、俺騙された側じゃない？そうだね。あやねも映ってるじゃん。何よ、何なのよもう。というか、お兄ちゃん、なんでこんな人と結婚しようとしたの？あー、この人、ご飯くれるから。餌？うん、結婚したらご飯くれるって。え？いっつもスーパーのお弁当とか持ってきてくれるんだ。ほら、この写真見てよ。こんな大量にくれるの。すごい量。ただでもらえるって言ってた。この人と結婚すれば一生食べるのに困らないと思ったんだけどな。そんな理由で。お兄ちゃんもお兄ちゃんね。ん？というか、ただ？あ、もしかして。違うのよ。これは違うの。スーパーの商品を取ってたのはあなた？違うって。まあいいです。店長にこの写真見せて警察に調べてもらえばすぐわかりそうですし。
店長には見せないで。やっぱりミキさんが？そうよ、だってしょうがないじゃない、この人の食費すごいんだから。こうするしかなかったのよ。確かにお兄ちゃんにかかる食費はすごいですけど、そんなの関係なしにやっていいことと悪いことがありますよね。というか全部やっちゃいけないことなんですけどね。うるさい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 。まあまあまあ落ち着いてよ。落ち着けるもんですか。ちょっといつき飲み物。あ、あ、何これ。え、それってカルピス。なんで。いや、あれから癖になっちゃって、これ飲むとお腹痛くなって、あんまり食べ物食べないで済むし、手放せなくなっちゃった。お兄ちゃん、絶対間違ってるよ。もういい。とにかく店長や旦那には言うんじゃないわよ。言ったら許さないんだから。逆ギレだね。逆ギレだね。はぁ、ムカつく。って、え？苦しい。お腹が痛い。何これ、うわぁ漏らしている。どんまい、そういうこともあります。見ないで見ないでよ。じい、見ないでってば。というか見てるなら救急車を。どうしてそうなった。変なもの飲まされたのよ。ひでえことするやつもいるもんだな。そんなの作ったやついたらスモモが怒っとく。正義のマッドサイエンティストとしてそれは許せん。じゃあスモモはアニメの時間。じゃねむねん、さようなら。待ちなさい。ミキさんはしばらくしてから救急車で運ばれた。そしてもちろん私は店長に今回のことを報告。警察に捕まり、旦那さんに離婚されることになった。パートもクビに、慰謝料も旦那さんとお兄ちゃんに払うことに。もちろん店にも損害賠償を払うことにもなった。もうやだ、帰る場所もない。すべて失った。お腹も空いた。喉も渇いた。飲むか。やめて、それを見せないで。たたたた。これは発酵前なのに。ミキさんは白いものを見ると腹痛になるようになったとか。ちなみに旦那さんが息子を引き取ることになり、その後息子さんは私立の幼稚園に編入できた。つまりまあそういうことだよね。お兄ちゃん大丈夫？いくらお兄ちゃんといえども婚約者に裏切られたんだ。あ、何が？あ、いや結婚のこと。あ、うん大丈夫、彼女できたから。え、オランダの人なんだけどさ。ほら可愛いでしょ。ってことでオランダ行ってきます。あ、ぶっ飛んでるね。ぶっ飛んでるね。その数日後。あやね、どうしよう。どうしたのよ。追われてるんだ。え、追われてる？誰に？警備員に。な、何やらかしたの？飛行機に乗るときにこっそりカルピス持ち込もうとしただけ。知らないわよそんなの。ちょ、切っちゃったね。切っちゃったね。変なお兄ちゃんだけど幸せそうだからまあいっか。私の心配なんか無用みたい。お兄ちゃんはまだまだ結婚しないだろうな。